夏の怪談話をします。今日また小学生の時の話なんですが、この小学校3年生4年生の時ですね。当時僕らは悪ふざけで学校を忍び込むということをやってたんですね。そして小学校に入っていきます。そしていろいろ音楽室、理科室とかもあるんですね。怖い、ほんと怖いんですよ。今でも学校というのはなんか病院とか学校、あと廃墟、結構怖いんですけど、僕はよく好奇心が旺盛なんで友達と行くんですが、その日は何もなかったんです。そして玄関にある二宮金次郎さんの銅像があったんですね。そしてたまに友達が二宮金次郎さんの薪の数が違うと言うんですね。二宮金次郎さんは薪を数えてるんです。いつも15本あるんですけど、それを数えてみると13本なんですね。すんごく怖くて、ね、おい13本だぞと。結構数が変わるというんですけど、本当にあって13本でびっくりしたんですね。本当に僕は逃げ出しました。そして次の朝学校に登校したんですけど、15本ありました。僕は腰は抜けそうでした。本当に怖かったです。